一心切磋琢磨の胸の奥まで届くようなメロディー奏でる。すみません。こちらが新選組の豚書ですか？君は。あ、やっぱりトシさん。八郎です。お久しぶりです。
おめえは八郎か。なんだってこんなところにいるんだ。驚きました。幕名で教室に来てるんです。それより新選組って本当にトシさんたちのことだったんですね。この目で見るまでは信じられなかったけど、おめでとうございます。本当に侍になれたんですね。おい、冷やかすなよ。まだ扱いは浪人と同じなんだからよ。でも侍になりたいって夢が叶ったじゃないですか。冷やかすなって言ってんだろう。いいえ、江戸じゃ泣く子も黙る新選組といったらとても有名なんですよ。それに池田屋の話も聞いています。皆さんとてもご活躍だったみたいですね。ま、ぼちぼちってところだ。そうか、お前は初めてだったな。まだ名乗っていませんでしたね。僕、伊庭八郎と言います。幕府直参旗本で大番士奥詰役を務めています。改めてよろしくお願いします。まあ立ち話もなんだ、中に入ってくれ。今日に来たのは奥詰めの仕事ってわけか。ずいぶんと出世したみてえだな。奥詰めってのはな、将軍の身辺を守る奴らのことだ。いえいえ、そんなことありません。父の仕事の縁でたまたまなんです。
お前の考えてることはわかるぜ。なんで俺と知り合いかってことだろう。こいつはな、旗本であると同時に江戸じゃ四本指に入る道場の一つ、新行刀流伊庭道場の跡取り息子だ。その伊庭道場と俺たちがいた道場とはそこそこ交流があってな。その縁だ。ええ、そうなんです。だからトシさんたちがいる京に来ることになってとても楽しみにしていたんです。勝手に喜んでろ。だが覚えとけよ、今日はそんなに楽しいところじゃねえからな。はい、肝に銘じておきます。でもそんなに危険なのに女の子でも大使が務まるんですか。もしかして秘密だったんですか。こいつはちょいと訳ありで預かってて、表向きは男ってことになってる。新選組でも一部の奴らしか知らないことだ。だからここでも下手なことを口にしないでくれ。わかりました。トシさんがそう言うなら守りますよ。おいおい、八郎じゃねえか。聞いたことがある声だと思ったらお前だったのか。新八さん、原田さん、それに皆さんもお久しぶりです。そうか、お前も今日に来たのか。武者修行か、それとも狂犬物か。なわけねえし、お偉いさんの護衛とか視察なんだろ。まあ、はい、そういうところです。あんたが今日に来るとなると、それなりの職務に就いたということか。ふーん、君も今日に来たんだ。ま、死なない程度に気をつけなよ。助言ありがとう。覚えておきます。じゃあ今度飲みに行くか。なんなら今からでもいいんだぜ。
あいつは旗本で伊庭道場の跡取り息子のくせに。何が気に入ったのか知らねえが、俺たちとつるみやがってな。ちょっとした顔なじみだ。訪ねてきたら中に通してやってくれ。それじゃあまたね。ああ、そうだぜ。それがどうかしたのか？ま、ピンからキリまで大小さまざまだな。辻斬りや追い剥ぎはもちろん、食い逃げも捕まえるし、喧嘩も止める。商家を脅して金を奪おうとする奴らも、俺ら新選組が取り締まってるよ。よう、親父さんの情報、なんか手に入ったか？なんか来館すんなって。今日がダメでも明日がある。そうだろ？
で、新八、そっちはどうだ？何か異常でもあったか？いや、なんも。けど、やっぱり町人たちの様子がせわしねえな。戦火に巻き込まれる前に今日から避難し始めてるってとこか。そういやまだ教えていなかったな。長州の奴らが今日に集まってきてんだよ。その関係で俺らも警戒強化中ってわけだ。池田屋の件で長州を怒らせちまったからな。あいつらの仲間から犠牲が出ちまったし、黙ってられないんだろうよ。さあな。まだはっきりしたことはわからねえ。どっちにせよ、俺たちは俺たちの仕事をする。長州の連中が今日に来ても追い返すだけさ。長州と戦か。もしかすると近いうちに上から出動命令が出るかもしれねえな。が、正式に幕府の一部隊として参加することになるかもな。そんな機会めったにないからな。せっかくだからお前も出てみるか。